アカデミー賞候補を予想します。来月1月13日にはアカデミー候補が発表され、アカデミー賞が2月9日に決まります。9月のトロント映画祭ぐらいからアカデミー賞の噂が高まってきて、私も毎年アカデミー賞の結果には幻滅しながらもちゃんとフォローしています。アカデミー賞を占う数々の映画賞をフォローしています。今日はアカデミー賞候補ノミネーションを予測してみます。これは私の選択ではありません。巷の噂をもとにアカデミー会員の好みと過去の傾向からして、どれがノミネーションになるか、オスカーを取る確率が高いか推測してみます。アカデミー会員は高齢の白人男性がほとんどです。それで私の選択とはずれるのですが、私自身の希望的バイアスも多少かかっているかもしれません。今年は例年と違って2月9日の発表の前にほとんどの目星作品が日本で上映されています。ですから皆さんも世界の映画ファンと一緒に盛り上がれます。別の見方をすれば、アカデミー賞に選ばれた時はもう日本で上映が終わってるかもしれません。ですから見過ごさないようこの動画をしっかりご覧になってください。まず作品賞です。今年は例年なくいい作品が多いです。候補になる可能性の高いものから挙げます。アイリッシュマン、3時間半のマーティン・スコセッシーのマフィア路線でしたが、今回は偉大な映画でした。人間の人生を深く刻み込み、繊細でもありました。これは評が高いでしょう。 Once Upon a Time in Hollywood、 クエンティン・タランティーノの古き良きハリウッドへの愛が溢れていました。冷静と楽観主義の失いつつある時代の変わり目を撮りました。ハリウッドを撮った映画ですから、これも票が集まるでしょう。マレージストーリー、これもネットフリックス。有名な離婚のドラマ、クレーマークレーマーもオスカーを撮りました。この現代版も知的で新しく美しく感動させました。先日ニューヨーク批評家賞で作品賞に選ばれました。パラサイト、韓国映画なのにアメリカで興行的に成功しました。昨年のローマのように作品賞、外国語映画賞ダブルの候補になる可能性が高いです。外国語映画賞には先頭を走っています。1917、アメリカでも12月末公開です。今のところ試写会のみですが、批評家の評価が高いです。第一次世界大戦の映画で全編ワンテイクだそうです。日本では2月公開です。最初の3作品はレビューしてますのでご覧になってください。下にリンクを貼っています。今年はレベルが高いです。次に作品賞にノミネートされる確率の高い映画の6番手から10番手までざっと紹介します。ストーリーオブマイライフ、私の若草物語、これもアメリカで12月末公開、試写会だけですが評価が高いです。レイディーバードのチームがまた集結しました。ジョーカー、話題になった映画です。ジョージョ・ラビット、ヒットラー風刺のコメディでトロント映画祭で作品賞を取りました。日本1月公開。フェアウェル A24 配給、独立系中国語による作品でありながら異例のヒットをしました。スキャンダル、去年のバイスのように社会批判が辛辣な映画です。フォックスニュースの男尊女卑を批判しています。日本2月公開。先日ゴールデングローブ賞のノミネーションが発表されました。4つほど私の挙げてない作品がノミネートされています。ゴールデングローブはドラマ部門とコメディ部門と2つに分かれていて、それぞれ5つノミネートされるので数が多いです。その4つを紹介します。ナイブスアウト、最後の時代のライアン・ジョンソン監督によるアガサ・クリスティ風謎解きです。1月31日日本公開。フォード対フェラーリ、ローガンのマンス・ゴールド監督によるこれぞ映画です。1月10日公開。2人のローマ教皇、ネットフリックス配信。現教皇が元教皇に辞任を迫った時のお話ですが、意外とユーモアもあるそうです。レイディ・レイ・ムーア、ネットフリックス配信。70年代のコメディアンの伝記でエディ・マーフィーが久々に演じています。
主演男優賞。今年は去年と違ってまたまたレベルが高いです。素晴らしい演技が見れました。ホアキン・フェニックス、アダム・ドライバー、ロバート・デ・ニーロが本命です。個人的にも迷いますが、私的には1位がロバート・デ・ニーロ、2位がホアキン・フェニックス、3位アダム・ドライバーです。アカデミー会員の好みは、まず第一がジョーカーのホアキン・フェニックス、マレージストーリーのアダム・ドライバー、アイリッシュマンのロバート・デ・ニーロ、ペインのグローリーのアントニオ・パンディラス。カンヌで大優勝を取りました。ツイッターで私ペインのグローリーのコメントをしたのです。もちろん日本語で、アントニオ・パンディラスが2度ほどリツイートしてくれて、突然スペイン人のフォロワーが増えました。そして Once Upon a Time in Hollywood のレオナルド・デカプリオ。次に続けそうなのがフォード対フェラーリのクリスチャン・ベール、2人のローマ教皇のジョナサン・プライス、ロケットマンのタロン・エガートン。主演女優賞、主演男優賞に比べると寂しいです。今のところ一人勝ちがジュディ西の彼方へのレネー・ゼルウィンガー、スキャンダルのシャリーズ・セロン、マレージ・ストーリーのスカーレット・ヨハンソン、ストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語、シアーシャ・ローナン、フェアウェルのオークワフィーナ。オークワフィーナは素晴らしいコメディアンですが、今回シリアスな演技をしています。主演男優賞割れています。 Once Upon a Time in Hollywood のブラッド・ピッツ、魅力的でスターの存在感がありました。撮ってほしいです。アイリッシュマンのアルパチーノがジョー・ペシ、 A Beautiful Day in the Neighborhood のトム・ハンクス、2人のローマ教皇のアンソニー・ホプキンス、 The Lighthouse のウィリアム・ダフォー。主演女優賞、ジェニファー・ロペスを挙げる声が多いです。本命はそのハスラーズのジェニファー・ロペス、ポールダンサーを貫禄と魅力で演じました。2番手がマレージ・ストーリーのローラ・ダーン、スキャンダルのマーゴット・ロビー、若草物語のフローレンス・ピュー、ファイティング・ファミリーでも良かったです。ジョージョ・ラビットのスカーレット・ヨハンソン、主演女優賞とダブルでノミネートされるかもしれません。アベンジャーズエンドゲームでもいい演技を見せました。ブラックウィドウも来年は控えています。1月13日にアカデミー賞候補ノミネーションが発表されます。どの程度予測が当たるでしょうか。現在まだ上演されてない映画もありますし、映画会社もキャンペーンを進めますし、スキャンダルが流れる可能性もあります。どう転ぶかまだ分かりません。候補が決まったらまた受賞者オスカーの予測をしてみたいと思います。公開日の前日木曜日に毎週デビューしています。デビューしてない新作もツイッターでコメントしています。登録どうぞよろしくお願いします。